おはようございます。釣り子 TV です。久しぶりのハワイ、ね、ハワイ行けるの？今ね、あのワクチンパスポートね、ワクチンを2回打っていれば、それとね、ちょっとした宣誓書にサインをすれば行くことはできる。で、以前あったような事前の PCR 検査もないので、ちょっとね、1段階行きやすくなったのかな。このタイミングでちょっとね、久しぶりのハワイチャレンジしていきたいと思います。それでは、炎に乗って行ってきます。27度ぐらいですけど、やっぱり日陰に入るとすごい涼しくてね、ハワイっぽい、こんな感じですね。じゃあ行ってきます。で、繋がってるんだ。いやー、はい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 、わー、ワイングラスとかね、しっかりあるね。お皿、ボールとかがあるね。この使えるのかっていうキッチンに、いやー、冷蔵庫ね。はあ、いい感じですね、いい感じですね。はい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 、見晴らしは、うわー、いいね。さあさあ、明日はね、いよいよレイクウィルソンで久しぶりの釣りなんで、タックルを組んでおきたいと思います。昔からね、使っている、レジットデザインとルアマガコラボのね、竿、短くて柔らかくてスピニングでっていう要素でね、大好きで使ってるんですけど、で、今回ちょっとね、期待しているのが、これデプスの、なんだろう、釣り竿。これね、メンバーに入ると買えるんですけど、これね、上下の組み合わせが結構期待してるのが、このデプスの4ピースのメンバー限定のネタをね、これ結構いけんじゃないかなと思ってね、これは期待しています。同じくね、スピニングで比較的短めで、でパワーもある竿だから、まあちょっと明日の釣り場にはドンピシャじゃないかなってことで、これね、デプス釣り竿に、あとはベイトロッド、短めのベイトロッドね、モンスターキスもね、何本か持ってきたんだけど、MX6 と MV の 5.5 ってやつね、ここら辺が
状況によってはね、ベイト展開もあるんですよ。基本はね、スピニングでチャカ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 ね、泳がせるのが坊主逃れにベストなんですが、この6フィート台で結構テンポよくね狙える、何でも竿があると活躍してくる。これとあとはね MV の55、結構ね軽めのものがね何でもテンポよく投げれるようにスタンバっとくといいですよ。もうね、とにかくチャカ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 動かす釣りだから疲れないんですね。チャカチャカが疲れないように、はい。この他にちょっと強めのやつとかね、いろいろあるんだけど、明日はねこんな感じね、この4本で頑張ります。でリールはいろいろ持ってきたんですが、この一番使えそうなデプスの釣り竿は一番信頼のトラブルの少ないコンプレックス、コンプレックスをスタンバイして、でこっちには古いコンプレックスね、古いコンプレックス、これもねトラブル少ないんで、はい、スタンバイして、で MV55 と MX6 はこれグラビアスかな、早めのやつをチャカチャカ投げる展開、グラビアス でこっちにはゴライアス、あこれハンドルついてる、ハンドルをね折れないように外して持ってきてるんで、ハンドルつけ、よいしょ、こんな感じですね。おはようございます、釣り子 TV です。何年ぶりかのレイクウィルソンね、ハワイのねピーコックバスチャレンジに来ましたよ。今回はねガイドの千野さんにホテルまで迎えに来てもらって、そんでもってね、やるっていうね半日プランね、果たしてハワイにいるピーコックバスは釣れるのか、ちょっと頑張ってみたいと思います。3は俺持ってきてないけど、2インチ線香レッグ、ヤマタヌキ、はい、
ける。うわー、ハワイ戻ってきたな俺。楽しい。さあ、こい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 。今日は時間短めだから。ふふ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 ふ。ああ、それが決まった頃に終わるのがポイントだよ。なんか夜とかすごい涼しいです。クーラー一回もかけてないですし、部屋で。入ったら冷たーって思いましたもん、なんか。それはないと思う。はい。はい。
お、やってる。お、あれピーコックね、チビピーだね。俺のは届かないかな。父さん頼む。あ、ワームでも、うん。今の完全に食ったな。うわあ、ワンチャンありそうだな、ここ。頼む。追ってこい。バコ。いつもバラクーダとか、前はリサーチピアとか空いてた時はあそこ行ってサズリやったり、なんかパピを狙ったりしてたんですけど、今回はちょっとまだ行けず。僕結構ね、ギュー買って、はい、イカ釣ろうとして、はいはいはい、行ったんですけど、はい、釣れなかったですけど、イカは釣れる、イカはいることはいるんですけど、はい、なかなか難しいです。タコもいますか？タコはいっぱいいます。はい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 。タコは多分イカよりかは簡単です。なんか日本ではもう本当ダイソーとかの100円のエギいっぱい買って、はい、それでタコ狙うのが流行ってますね。そうなんですか。100円のダイ、まさにね、ダイソーのエギなんですよ。ダイソー、はい、エギがなかなかアメリカで売ってなくて、はい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 。したらここのダイソー行ったらいっぱいあって、はい、ダイソーエギ買ってきて、タコをエギでどうやって普通にイカ釣るみたいですか？専用、まあ作ればいいんですけど、はい、エギが2個つく、はい、重りをつけられる、はい、サルカンというか、なんか、二股サルカンで2個エギつけて、はい、でナス型重りとか適当に深さとかによって変えるんですけど、はい、もうトンって置いて、こうずっとひたすらこうトン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 ってしゃくってるとまとわりついてくるんで、そういうなんか半ルアーみたいな、あとなんかタコエギとかも流行ってるんですけど、専用のなんか高いんで、ダイソーのエギで十分なんで、
なんかできるだけ目立つ色を2個ぐらい色違いで金玉みたいにぶら下げて、でなんかいそうなガビガビしたところにコリ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 やってると、はい、なんでなんか気持ち、根がかんないとこでも結構岩がたまに点在するようなとこでもしっかり釣れるんで、結構ポイントを決めつけず、なんとなくどっか行ったついでにちょっとやってみっかなって感じでやると竿抜けしてて、お釣れたわみたいな感じが起こると思います。はい、そうですね、そうですね。はいはいはい、はい、目先の先まで移動します。うん、キラキラして、でもちょっとニュートラルな感じだった。レッドデビルも初めて今日見た。ちょっと水温上昇したのかな。ああ、まっすぐ歩いていけるんですよね。そうですね、まっすぐちょっとまあ距離ありますけど疲れる。1時間はかかんないですよね。1時間かかんないですね。30分ぐらい、30分ぐらい。レッドデビルがいたらな、釣りたいよな。どうしようかな、それは釣りたいよな。とはいえちゃんとや、今見えてたの多分35ぐらいはあったんでね、うん、ピーコック、ピーコックだな、うん、ストライプは入ってたし長いから。どっかで接触すればまた復活するかもしれないですけど、はこれだってとんでもないことに。いやでもこれ意外といいな。ああ体には良さそうなんで。完全になんかもう現地人雇いましたね。もうなんかそうですね、そうですね、まあ、ピーコックの20年前のピーコックスタイル。アマゾンで釣るよみたいな。うん。今思いっきり食ってました。はい。大きめなボイルオンでしたね。この距離だったらコントロールできるか。よいしょ。ああ、ショートした。いや、今のでかかったよ、捕食音。ダメだ、ショートするな。あ、青サギ行っちゃった。そこら辺のなんか木の根元付近でガバーってやってた。ありそうなんだけど、
と。いたのにな。ほい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 。困った時は2インチ線香だと思うけどね。一番最初来た時は3インチパッドでもいけたけど、なんかあれはたまたまな。やっぱ 2.5 インチ以内ぐらいに収めた方がとりあえず坊主逃れするにはいいと思うけど。坊主はないですね。何回かスポーニングチャンスの時に来てなんかでかいの釣ったりとか、ありそうだけどな。毎日ピーコックでいいんだよな。こうもいかないですもんね。うわー、横だったー、たたたたたー、うおしょ、くそ、あー、ダメだ、焦りすぎてしまった、くそー、そう
絡まった。焦りすぎた。今の取れなきゃ、今でかかったな。2回追ってたのに。トップでよかったな。以上。以上か。くそー、今のでかかったな。よかったな。チビピーってわけではなかったな。残念か。ダメですかね。ああ、後ろ、父さん。それは、P さんっぽかった。おっしゃ、それは P だ、P 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 だ。追ってるはず。なかなか詰めないですね。バコッと。いい距離なんだけどな。射程距離なんだけどな。ルアーがでけえか。キラキラチリチリ刺してたけどな。うふふふ、チャンスはもらえてるんですけどね。なんかバカになりきってくんない賢者な感じですよねこれ。そうですね。ダメですかね。来ますか。そうですね。そうなんですよ。そうなんですよ。そうです。父さん、時間です。帰る時間です。まあ平常運転で。そうだね。まあ今のウィルソンが体感できたのは良かった。良かった良かった。ていうか来れただけでも幸せ。思ってくれよ。いやそりゃそうだよ。このご時世にハワイに来て釣りしたっていうのはすごく。そう だからもう何でもいいからとりあえず一本取って成立させたかったのよ。分かっちゃいるよ。あそこすごいことになってる。あそこのボイル。あすごいボイルしてる。ボイルボイル。ちょラス最後のダメかな。ボスモレって。いや終わっちゃったかな。ああやってる。好きなの使って。好きなの使ってな。ああちょっと遠いからもうとにかく。あれだれ。ソフトプラスチックの。いいですか。ソフトプラスチック。うん。あれ父さん山。たぬきさん貼り付きとしてよいしょ。さっきの白い線ってどこ。Do you mind if we cast today? No, I don't mind. No. Thank you. Thank you. ソフトプラスチック。
まった、しまっちゃったか。なんて、チャンス。一瞬のなんかもうスクールして、すげえ見え方だったな、かっこよかったな。お、出た。よし、ダメか。よっしゃ。父さん追ってるよ。これはバラせない。ああ、危ない。よいしょ。よっしゃ。坊主のガレー、終わったと思ってました。ありがとうございます。ここの群れ元気だぞ。いやー、ハワイ完全に終わったと思った。ハワイピーコック来ましたよ。ヤマタヌキ、サイズも悪くない。いやー、もうすげー、ボイルに当ててもらって、サイドワインだ。いやー、ヤマタヌキね、この飛距離が良かったかも、ね、ありがとうピーコック、サンキュー。こんな感じでね、センキューピーコックボス、ありがとう。 OK よ。ソフトプラスティックベイ、エクスカーズベイ。危ない。はい、よっしゃ、よかった、ありがとうございます。チロさん、ありがとう。終わったと思ったんだけど、よいしょ。試合成立したね。した。完璧に首の皮100枚繋がったけど、やっぱ的確だよな、アドバイスの。ソフトプラスチックの方がいいですよ、その直後ですか。楽しすぎる。後ろか、そっちか。なんかゲイリーの新しく出たこれシンプルな形のやつなんですけど、先行をなんか図太くしてクイックターンできるようにしたみたいな。ヤマタヌキってなんかタヌキみたいな尻尾がついてて、これが結構バヒョンって飛んでくれるんで。サイズはそれどれちっちゃいの？今んところ去年この今使ってるのが出て、で今年これの大きい 3.5 ってなんかもっとバカでかいやつが出て、まあそうですね、この 2.5 インチなんですけど、この下が出れば、これ 2.5 インチ、そうなんですよ、長さ的には 2.5 インチ、ずんぐりむっくりしてて、テーブルターンして、チロさん帰ります。はい、すいません、父さん、ありがとう。二人一匹ずつ釣れた今がキリの気がする。うん。いや、でもよかった。ありがとうございます。もう。すいません。いやー。なんか後半、ほんと30分前に
晴れ上がってるし、カリンカリンだし、風もそこまでだし、ないなって思って。いやでもよかった。ちゃんとしたピーコックバスを見ることができて。よかったよかった。チロソイラストありがとうございましたね。いやいや、もうちょっとびっくりしちゃって。いや、よかったです。もうダメだって片付け出して、バタ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 ってなってた。よかった。あれやっぱ魚わかんないですね。わかんない、はい。